ソロモンよ、私は帰ってきた。いやー、来た。はい、こんにちは、グリードです。ちょっとね、想像以上にこのゲーム面白くてまた動画を撮りたくなってしまいました。デルタフォースやっていきましょう。前回このゲームのアルファ版をね、動画にしたんですけどね、まあまだ見てない方いたらそっちから見た方がわかりやすいかなと思います。で、前回の動画でまだ紹介しきれなかった部分があるんですけど、で、その内容が他のゲームではなかなか見れない神機能だったり、あとこのゲームにおいてすごく重要な、内容だったので、ちょっとまた動画を撮ろうかなと思いました。はい、このゲームね、まあ最近のタルコフゲームだったりコールオブデューティだったりと、同じくものすごい細かいガンスミスが、あります。もうね、すごい量のアタッチメント等があるんですが、これグリップの位置だったりも変えられるんですよ。ちょっとね、前回紹介しきれなかったんですけど、カスタマイズした武器はね、こういう風にセーブができますと、カスタム1セーブ、はい、セーブされました。そしてこの右下ですね、シェアロードアウト、こちらでですね、自分のカスタムロードアウトをね、シェアできるんですよ。これ、今作ったカスタムのコードがここに貼られてますね。で、このコードをね、まあ他人にシェアしたり、まあ YouTube の動画とかに、ね、概要欄に貼ったりして、みんなにコピーしてもらいつつ、このゲーム内の、シェアコードの部分にそのコードを貼り付けると。そうすると、今作ったロードアウトが出てきます。僕がさっき作ったロードアウトね。これを承認すれば、はい、誰でも僕が作ったロードアウトをすぐ使えると。わざわざ画像とか動画見ながら、こうアタッチメントをね、一個ずつ設定する必要がないっていうね、もうこれすごいね。これ BF とかあるのかな？ちょっと COD ではないので、すごくびっくりしたんですけど、この機能はもしかしたら PC 版だけとかっていう可能性もありそうですけどね。ちょっとね、PC 以外だったらちょっとコピー&ペーストするのちょっと大変そうだもんね。一応まだアルファ版ですけど、まだ使えないのかな？一応もう、迷彩とかは少し用意されてますね。武器チャームもあるんだね。ここはほんと COD とかなり似てるというか、もう COD ですね。もう一つね、前回の動画で言ってなくて、しかもこのゲームにおいてめちゃくちゃ重要なことがありまして、この、ポイントね。このゲーム、まあ、キルしたりアシストしたり、まあ、様々なことでポイントを稼ぐことができるんだけど、そのポイントで空爆とか、あと、ビーグルをね、買うことができるんですよ。これがね、バトルフィールドの場合は、分隊長1人だけが呼べるのかな？ 4 人中1人だけが呼べるんだけど、このゲームはね、すべてのプレイヤーが空爆とかを呼べるっていうね、まあ、一種のキルストリークみたいなシステムがあるんですけど、特にこの14000ポイントの空爆が、もう核爆弾級に強くて、この空爆をいかに早く誰かが呼ぶかっていうね。まあそういうゲームにすらなってるぐらい。まあ14000ポイントってね、まあ確かに結構まあね、出すのに時間かかるんじゃないのって思うかと思うんですけど、まあ確かにね、普通にしっかり活躍しないと呼ぶことは難しいんだけどね。なんかまあキル以外の蘇生だったり弾薬だったり、あと制圧射撃とか、あと回復ですね。まあそういうので意識的にポイントを稼いでいけば、キルしなくても簡単にね、呼ぶことができるんで、よいしょ。まあ、一番簡単なのはね、こういう風に蘇生でポイントを稼ぐことですね。まあ、これが一番楽に稼げる。こういう回復とかね、うん、どんどんやっていきましょう。ああ、みんな死んでるね。任せて任せて。はい。なにだ、こっち、こっちね。はい、オッケー。あ、もう一人？あ、これは弾薬です。おいし、ダボー。いや、このゲームマジで打ち合い楽しい。なんかね、中華ゲーの FPS って今までだと、なんかこう打ち合いがどうしてもチープ感があったんだけど、それが全然感じないんだよね、このゲーム。ほらほら。まだいるな。OK？ 4 枚？やばい、これはさすがにまずいから下がるか。おっと、戦車来たな。まあ、このゲーム、戦車が強いっす、一番。うん、結局のところ。戦車が一番強くて、で、マップによっては、そのポイントで戦車を呼ぶことができるんだけど、このマップはね、戦車呼べないんだよね、確か、ポイントで。なかった気がする。よしよしよし。
いいね。稼いでるよ。稼いません。で、そろそろここ来ると思うな。いい加減バレてるでしょ、これ。オッケー。止めてるね、でも。いや、もう無理か。弾がなくなってくるね。意外といけるな。意外といけるな。え、ここ、意外といけるな。ただ、弾なくなってきた。どうしよう。弾薬ボックス、ないかな？これ回復だな。弾薬ボックスね、敵側だったらあるんだけど、なんかここにはないのか。オッケー。え？何？ああ！ちょっと戦車来ちゃったので、B1 が落ちましたと。B 裏。いるんだよな、あそこ。よし。これ、ダッシュで裏取りいけるかな？うわー、ダメか！戦車？敵のライフ44で、まだ B2 取れてないから、これ、ちょっと空爆出す前に終わっちゃうな。ちょっとまあこんな前半戦で守り終わると思わなかったな。OK。インカメアーチュアリー。あ、味方は空爆使ってるっすね。どうしようこれ。おお、うわ、出た。これ敵の空爆っすわ。うわ、 B2 全滅。B2 全滅しましたね、これ。ただ、敵のライフもう4しかないから、うちら防衛勝ったかな、さすがに。ただね。うん。ただね、ちょっともう敵さんライフがないからな。うちらの勝ちかな。はい。はい。OK。クリア。あ、待って。インカメアーチュアリー。なんだこれ、ラストスタンディングで1分半延長戦ってことか。1分半もあるの、まだ。どうだろう、僕。あ、溜まってますね、空爆。いくよ。どこ出したらいいかな。ここも敵リス。この辺出しちゃおうか。いけ。ちょっと来るの時間かかります、ちなみに。ただ、あそこあんま敵が固まってない可能性あるな、正直。ソロモンよ、私は帰ってきた。いやー、来た。全滅だ。全線全滅。あー、なんてことだ。これが、この空爆の打ち合いが、このデルタフォース。これはひどい。さあ、残り15秒。もう敵リスまで突っ込んじゃうか。うわー、ダメか。お、最後に誰か空爆呼んでるけど。ビクトリー。いや、完封試合でしたね、これは。まさかこんな前半戦で終わると思わなかった、防衛。しかも、空爆も見れたしね。まあ、まだアルファ版だから、どうだろう、ナーフ入るのかな。まあ、逆転要素としては面白いのかもしれないですね、これ。うん。ちょっとナチュラルに本当このゲーム楽しんでしまっているが。アルファ版は、これいつまでやってんのかな。なんか9月の末に出る予定ってのを聞いたんですけど、じゃあベータ版いつなんて感じではあるんですけどね。まさかの第2弾でしたけども、よろしかったら、高評価ぜひモチベーションになるのでよろしくお願いします。お疲れ様でした。どうだ？呼べたかな、これ。呼べた。どうだ？遅くない？空爆遅くない？空爆遅いよ。全身だ。
ただもうライフがない。ライフがない。え、これワンチャンある？まさか。え、これワンチャンあんの？これ。え、マジで？マジで？マジで？え、これどうなんだこれ。あ、ま、あ、ま、な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